どうもー、トリアクピョンピョンズです。お願いしまーす。ということで、はじめまして、トリアクピョンピョンズと申します。よろしくお願いします。自己紹介、はい、あ、そうですね、僕たち何者かっていうことで。何者か、はい、軽く、はい、トリアクピョンピョンズのゆうさんです。トリアクピョンピョンズのゆうさん、ゆうさんです、はい。まあ、ゆうさんは芸名なんですけど、芸名、え、何芸名とか、何芸人やってるんですか。あ、そうだよ。そう、この春にデビューしました。デビューしました。吉本興業、吉本興業芸歴1年目、芸歴1年目、トリアクピョンピョンズというコンビで活動を始めました。ゆうさんです。のろくんです。あ、私のターンだ。あ、ずっとね、私のターンだ、はい、お願いします。はい、年齢が22歳。あ、若。そう、今22歳。え、何、大学4年生なんですか。そう、大学をこの春に卒業して、 NSC も卒業して、で芸人ドーン。就活はしなかった。就活はちょっと、就職しなかった。就職しませんでした。すごいね。しませんでした。すごいですね。周りのみんながみんな新社会人って4月1日からやってる中、ね、私は4月1日暇してました。暇してましたよ。あ、伝わってない。わかんないよ。4月1日が仕事始めってことはないしょ。どこも、かしこも。いや、そこ、どこもかしこも。いや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 、4月1日は。この人社会人経験してないから、そういうことになるんだ。まあ、後で言いますけど、僕、ゆうさん1個上ですからね。僕の方が社会わかってますからね。1年分。1年分僕の方がわかってますからね。まあ、そんな感じで。どんな感じ、はい、出身が宮城県。東北なんだ。東北、宮城県で。ですね、まあとりあえずこれくらいかな、うん、こんな感じですね。ゆうさんです。あ、そんなゆうさんなんですね。ってことで、あ、俺、僕はのろくんと申します。よろしくお願いします。ね、年齢は23歳です。まあ、先ほど言った通り、ゆうさんの1個上です。なんで大学で言うと今年大学6年生みたいな、大学5年生みたいな、そういう感じの年の。なんで留年した体になってるの。わかりやすくです。わかりやすく、わかりやすくな、わかりやすくなって、まあ、僕の方がとりあえず1個上なんですよ。で、出身はなんと青森県です。イエーイ。どう、なまってる。いや、まあ今はちょっと抑えてるんですけどね。まあ僕、まあ、ってことで青森と宮城で、まあ、東北、ザ・東北チームっていうことなんで、そんな東北押してってないけど、そういう跳躍ぴょんぴょんずと申しますね。はい、まあ、芸人ね、頑張ってやっていく、プラスこの YouTube でね、今日からね、よろしくお願いしますよ。お願いします。はい、まあ、ネタもねやりたいんですけど、まあ、いろんな今時代なんで、いろんなものに手探り探りで、手探り探りかどっちかにしたらいいんです。じゃあ探り探りか、探り探り、探り探りで ね頑張っていきたい。いや、本当デビューしたてで自分たちが何に向いてるかもまだわからないので、うん、ね、 YouTube が向いてるのか、はいはい、それとも劇場でネタをやるのが向いてるのか、はいはいはい、また何だろう、他には他テレビ、テレビ、そこからテレビには出れないけど、営業、まあ、いろんな何に向いてるかを模索しながらやっていこうと思いますので、そう、ね、いろんなことに試して ね、その成長の過程もぜひ、ね、そうそうそう、見ていただければと思います。うん、うん、はい、うん、そんな感じですね。そんな感じ。いや、私ね、これから YouTube 結構頑張りたいなって思ってて。あ、急ですね。そう、 YouTube ってやっぱ憧れの世界。あ、そうだったの。もちろん芸能界も憧れの世界ではあるんだけど、はいはい、うん、まあこの時代、ほら去年2020年のステイホームとかもあってさ、うん、ステイホーム、何それは。あ、なんかちょっと BTS っぽく。あ、ちょっとステイゴーでででででステイゴーってあるんじゃない。はい、ステイか忘れたけど、ちょっと、まあまあまあ、どうぞどうぞ。まあ、そんな感じで YouTube を結構見る機会が、うん、まあ、私だけじゃなく、みんな皆さん増えたんじゃないでしょうかと、うん、そんな中でやっぱ YouTube っていう活躍の場がね、すごく、あの、何ですか、注目されてて、そこで活躍できればね、みんなに好きな時に好きな動画を見てもらえるっていうことで、伝わってる。いや、硬いなと思って、硬いなと思って、芸人かよそれが、硬いな。まあ、ゆうさんは頭いいとこ出てるんで、東大でしたっけ。違いますよ。東大ではない。やめてよ。だから、それ、そんな感じなんで、ゆうさん頭いいんで、これ、今分析してるんですよね、YouTube。分析とかじゃなくて、ただ、ほぺぺぺぺ。理数系なんでね、ゆうさんね。あ、そんなことない。そんなことないの。そんなことないの。だからね、こう。適当なこと言わない。だから、あれなし、ざっくり言うと、ざっくり言うと、
あれでしょ、まとめると、うん、YouTube 向いてるんじゃねって話でしょ。そうね、一応そう思ってるんだけど、うん、まあいろいろやっていきたいですね、はい、だから YouTube の方針とかもまだ決まってなくて。方針って、いや普通にもうやりたくなってやろうぜじゃない、撮りたくなったら撮ろうぜって感じじゃない。何方針って、目標みたいな。方針っていうのはなんかこういう路線で行きますよとか、例えばなんかゲーム実況ならゲーム実況、いや料理なら料理っていう。いやいや、まだわかんない、決まってないからって話をしたら、まだわかんないって言ってんじゃん。同じことを言ってるんだよね。そう、うん、手探り探りでしょ。だから手探り探り、ああもうさっきも言った逆襲をして、そう探り探りでしょ。探り探りやっていこうと思いますんで、うん、なんかね、もしコメントとかいただけるんだったら来るか、来てほしいけど、始めたてよ、ほかほかよ。いや、もしコメントとかしてくれる方がいらっしゃったら、うん、優しい、こういうことをやってほしいとか。いやお前ら何者だよって話だぞ。分かんないから聞こうとしてんじゃん。いや、そんなんマジで YouTube 始めたての人がやるやつ で結局コメント何も来ないんで、ってか、頭使えって言われちゃう。お前ら自分でやりたいと思ったの、頭使えって言われ。じゃあここカットで。なんでや、何やりたいの、ゆうさん。何やこれはやりたいってのは、何やりたいかな。私料理が好きだから、料理したい。わ、食べたい。料理したい。料理食べたい。料理食べたい。僕作れないんで食べたい。なあ、料理ね。うん、っていうの一個できました。イエーイ。ね。であと何でしょうね。なね、そのじゃあゲーム実況はやりたい。ゲーム下手くそだから。いや、俺うまいから大丈夫。大船に乗ったつもりで。大船に乗ったつもりで。合ってるでしょ。大船に乗った。どっちでもいいよ、点々くらい。点々くらい。うん、大船に乗ったつもりで。ね。はい。頑張ろうぜ。そうです、ね。やろうぜ。はい。この調子乗っちゃいけない。いや、調子乗るとかじゃない。元気で明るさで。元気明るさ。うん。やる気見せなきゃダメだよ。やる気はあるよ。もう、この冷静の分析は。はい、じゃあこれから頑張っていきますので。おー、いいね。入ったね。スイッチ入ったね。頑張っていきます、うん、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。以上以上、そんなもん、そんなもん。え、じゃあこのこれはこれチャンネル登録者数はなんか目標あるの？2021年のこうしたいみたいな。ないでもさ、 YouTube で食べていきたいじゃん。あ、そう、もうちょっと最初ね、そうね、うん、YouTube やって1000人行こう。1000人1000人頑張る。それくらいガチなきゃダメ。毎日投稿、まあ、したいけど、まあ、でもそれくらいの気合でいかないと、ね、芸人だろうが YouTube だろうがね、食っていけないんだよ。そう、うん、俺たち今何収入源？バイト。アルバイトだよ。バイト。フリーターだよ。フリーターではないかも。バイト。バイトなんだよ。嫌だよね。嫌じゃないよ。楽しい。楽しいか。まあ、いろんな楽しみ方あるんで。まあ、YouTube でもね。そうね。頑張ってんの。収入のためにやってるとかあんま言わない方がいいんじゃない？嘘。まあそのね、なんか、うん、この YouTube 見て楽しいなとか思ってくれたらすごく嬉しいので、うん、ぜひね。まあやっていくって感じで、ね。チャンネル登録とかしたら見れるのかな、 YouTube っていうのは。知らないの YouTube。YouTube 最近見たってなの YouTube って。いや、なんか YouTube を見てた去年。去年デビューしたの YouTube で。ニコ動出身の人ですか？違うかもしれない。違うかもしれない。そう、なんかちょっと間違いでもない。なんかチャンネル登録したら多分なんか見やすくなるでしょ。なんかチャンネル登録したところから動画来ましたよみたいな。ああ、ありますね。っていう感じでなんか登録してもらえたらなんかうれうれうれ、あ、まあいっぱい出てくる、ね、俺ら出てくるからね。嬉しいでしょ。うん、嬉しいです。はい、そういうことなんで、ゆうさん曰くチャンネル登録してほしいということなんで、チャンネル登録よろしくお願いします。並びにグッドボタンもね。あ、なんかこういうやつ。そう。なんかあるね。うん、嬉しいんでね。まあまたそういうね、ゆうさん先言った曰く、ね、コメントしてくれたらなんかやりたいとか言ってるらしいので、はい。そんな感じで、はい。終わりたいと思います。跳躍ぴょんぴょんずですね。跳躍ぴょんぴょんずでした。でした。はい。ということで、ゆうさんとじゃないの。ああ、ゆうさんと。のろくんでした。はい。バイバイ。バイバイ。ギュッ。